いします、えー、いただいた時間を利用しまして、上板橋第四小学校の実践研究から見えてきたことをいくつかお話をしたいと思っています。えー、今あの、浅井先生からお話がありましたように、えー、本校はシンキングツールを活用しての思考力、判断力、表現力を育成する授業づくりということにターゲットを絞っております。 このシンキングツール、今ありましたように、いくつかのマップ、それからタブレット、そしてホワイトボード、これを使ってやっているわけですけれども、活用意図が整理できるなということが一つ分かってきました、一つはまずイメージアイデアを広げるということです、ただ、イメージやアイデアを広げた後に、一つは教師と対話をする、えー、つまり、あなた何を考え、どう考えているの、これどういうこと、そういうようなところがまずあるということ、それからもう一つは友達と見せ合うということです。 ただこれ、あくまでもイメージやアイデアを広げるということがこの1つ目です。2つ目、ここは実はあのたくさんあるんですが、考えを構造化するということです。例えば課題や疑問を整理して、事故の振り返りに使うということです。2つ目は、構造化したものをもとに討論するということです。まあ、今、いわゆる共同学習とか、共同教育、いろいろな言い方をされてますけれども、そういうものにこの思考を可視化するようなこのツールというのは、非常に有効に活用するできるということが分かりました。 そして最近、これ、夏休み入る前に授業を、えー、今日いらっしゃってるのかな、高山先生に実施していただきましたけれども、構造化したものを参照しながら、文章化すするとということです、えー、実は私も国語のある教科書会社の返事をやってますけれども、なかなかこの国語の教科書にも、マップを使ってそこから作文を書こうって書いてあるんですが、 そこに結びつくというのが、これ、教科書の表記としてもなかなか難しいところなんですね、で実はそこのところ、高山先生、果敢に挑戦されまして、どういうふうに展開できるかということを示して、校内の検討会に持ってきてくださいました。まあ、いずれにしても、この考えを構造化するというのは非常に使えるなということも分かってきましたし、また課題も見えてきました。 そして教のの側から言うと、えー、子供の考えを把握するつまりそこには、えー、広がりだったりキーワードだったりつながりだったりということがありますのでそこから子どもが今何を考え何にこだわり何につまずいているのかそういうことが読み取れる一つのツールにもなる、えー、いずれにしてもそういうようなことに活用できるということが少しずつ分かってきています。 それから次にタブレットの話ですが、これ、実はそこにいらっしゃいますの豊田先生ともともにです、ね、タブレット端末の今活用についていろいろと整理をしているところですが、あのー、タブレット端末いろいろな活用方法、あのー、あるなということを今、これ、十一に整理してますが実は動的なツールと言っているのはここの中には紙にできることもあるわけです、紙のワークシートでもだけど今、青くしたところはこれは紙ではできません。 つまりここの部分を、えー、私は動的なツールと呼んでるんですがここのところがつまり青いところがうまくスインキングツールとして生きるということが、えー、タブレット端末を有効に活用するということではないかとですからそういうこの動的性的この辺をうまく使い分けあるいは組み合わせて、えー、スインキングツールの活用を考えていくというのが今、えー、上板橋第四小学校とともに実践研究をしているというところです。 それから最後にありました、今後まとめるべきこと、まあ、あと半年ですけれども、えー、スインキングツール、えー、いくつかのマップと、それからタブレットとホワイトボード、まあ、特に、えー、スインキングツールを活用することが目的ではありませんので、先ほど言われていましたように、えー、いくつかに絞って、えーまあ、成果として整理していきたいなと思っています。 それから2つ目は、成果や課題、あるいは、こういうふうに使ったらいいよという学校からの提案がどうできるかという話です。先ほどエピソードという話がありましたが、ここの場面ではこういうふうに使えた、ここの場面でこういう課題があったということです。そして3つ目は、段階です。学年の段階、それから経験値でどう違っていくのか。えー、つまり、広げるということ、深めるということ、そしてつなげるということ、この3つをシンキングツールの活用で、半年間、 上板橋大洋小学校とともにまとめていきたいというふうに思っています。まあ、何はともあれ、あの入ってですね、あの正直な感想としては、非常にですねもう熱心な教員集団で、あの私も非常にあの毎回勉強になっています、そしてあの財団の方からも、高澤さんが毎回きめ細かにサポートしてくださっています、あと半年、まあ、一丸となって、一緒にまとめていきたいなというふうに思っています。あと17秒になりましたのででくどいようですが 来年1月27日火曜日、ぜひ皆さんあの、足を運んでいただいて、また一緒にです、ね、あの課題等を出していってあの、学校や私のまた勉強させていただければというふうに思っています。どううもありがとうございました。